アニメか。宇宙世紀に存在する超常的な能力を持つニュータイプ。時には人の思考を先読みしてきたり、ビットやファンネルといった兵器を用いた力は常人ではとても太刀打ちできるものではなく、彼らに挑んだ旧人類の多くは何もできず散った者も多かった。しかしそんな旧人類、オールドタイプと呼ばれる者たちの中にも例外が存在していた。彼の名はヤザン・ゲーブル。いわゆる戦闘狂な男であるが、彼はそんな常識を覆すどころか、ニュータイプ神話の常識さえも覆す男だったという。これは最強最悪の敵として登場し、時に暗黒時代を迎えて劇的な復活を遂げた男、ヤザン・ゲーブルとその機体たちの記録である。ヤザンが初めてガンダムシリーズに登場したのは機動戦士ゼータガンダムの24話。ティターンズのガディキン勢が艦長、ジャマイカンが司令官を務める、アレキサンドリア所属の部隊の小隊長を務め、3機のハイザックと共にアーガマを襲撃しようとしていた。ヤザンがこの時乗っていたのは、もともと強化人間用に作られていたものを一般兵用にカスタマイズした可変機であるギャプラン。ヤザンが運用したこのギャプランは主に空で運用されたもので、地上で発揮された素早い飛行能力やモビルアーマー形態からモビルスーツ形態への変形、そして十分な火力も兼ね添えているなど、強化人間仕様と遜色ない出来に仕上がっている。武装は2機のビームサーベル、さらに両肩のフレキシブルバインダーにつけられたビームライフルがある。この機体でヤザンは開幕から英雄語の神指弾が狩るゼータガンダム相手に余裕を見せるほどの実力を示し、これまで一般兵では困難であったニュータイプを制するという偉業をあっさりこなしている。2度目の戦いでは足元の死角にグレネードランチャーを打ち込まれて撤退したが、3度目となる26話では月へのコロニー落としが失敗したこともあって、ジャマイカンは補給を優先しようとしていたのだが、それに異議を立ててアーガマ隊を襲撃。この時の彼の戦いは冴え渡っていた。ガンダムマーク2と G ディフェンサーの合体を妨害し、続いて交戦したゼータガンダムを接近戦で完璧に追い詰めるという無双っぷりであった。とはいえ結局勝つ小林からの妨害で倒すことができなかったのだが、ヤザンはここで奇策を思いつく。艦砲射撃で味方ごと落とそうとしたジャマイカンに報復するために撤退するふりをした後、それを追撃しようとするスーパーガンダムを利用して、なんとジャマイカンを葬るというミラクルプレイを見せている。ちなみにヤザンはこのエピソードで計算高いだけではなく、初出撃にビビる部下のアドルの緊張を荒技で解いたりと、身内には容赦なくない一面も見せているのだが、この報復劇はくしくもジャマイカンの砲撃でやられたアドルの敵討ちにもなっていたのであった。そこからも快進撃が続き、27話では生き残っていたガディ艦長を出し抜いてアーガマ隊を再び襲撃。エマシーンが狩るガンダムマーク2を撃破寸前まで追い詰め、ゼータガンダムの動きを封じて倒そうとする中、自分ごと味方に撃たれている。30話でもアーガマに肉薄し、何度もビームを直撃させることに成功。しかし撤退命令が出て仕方なく退散するなど、大抵は負けて帰ってくるジェリドメサと違って劣勢とは無縁の戦いを繰り広げていた。もっともその後はギャプランを降り、パプテマスシロッコのドゴスギアに転属。そこで新たな機体であるハンブラビに乗り換えることになる。ハンブラビはシロッコが開発に携わったと言われる機体で、可変プロセスは両足を背中に折り曲げるだけという理想的な簡易変形を実現した機体である。数字上のスペックは高くはないはずだが、モビルアーマー形態時のスピードはゼータガンダムよりも速い上に、形態を頻繁に入れ替えることで予測できない動きで敵機を制するといった戦いが可能である。武装は背面のビームライフルをはじめ、2機のビームサーベルやワンブクロー、テールランスなどの充実した接近戦武装、さらにワイヤーを組み付けて電流を流す海蛇や3機で使うトラップタイプの武装で、引っ掛ければより強力な電流を流し敵の動きを封じるクモの巣がある。
しかも強力な攻撃力に加えて対ビームコーティングまであるため、使いこなすことができれば攻防に優れた名機と呼べる代物であった。そしてヤザンはテスト飛行を行った時に、この機体に最初は言い知れぬ感覚があることから嫌悪感を抱いていた。とはいえ、機体を提供したシロッコの異様な雰囲気を気に入ったこともあって、引き続きこの機体を使ってユーゴを大きく追い詰めることになる。32話ではニュータイプとの差を全く感じさせない技量で何度もゼータガンダムを追い詰める。しかしレコアロンドのゲルググやアクシズの軍勢からの妨害で撤退を余儀なくされるなど、とにかく邪魔が入って最後のフィニッシュを決められないもどかしい状態が続いた。続く33話で部下のダンケルとラムサスを呼び寄せ、ハンブラビの3機編成で行動する。クモノスでトラップを仕掛け、カミーユのゼータガンダムを再び追い詰めるが、またしてもレコアのメタスからタックルを受けて失敗。部下たちが代わりにとどめを刺そうとするが、クワトロバジーナの百式から邪魔が入ってさらに失敗。ヤザン機の方はメタスを落とそうとするも、ネモ3機の正体に阻止され撤退と、やはり決め手に欠けるもどかしい状態ラッシュであった。ちなみに基本は常に戦っていたい戦闘強なヤザンであったが、今回ばかりは戦況が不利になると悟ったのか、別行動をとっていた部下にも撤退命令を出し、無茶をさせないといった采配を見せている。次の34話ではヤザンに一つの転機が訪れた。アーガマへの行く手を阻んできたユーゴの戦艦であるラーディッシュをフェダーインライフルで落とそうとしているところで、レコアのメタスに阻止されてしまうのだが、その怒りでメタスを撃破しようとしていた時、思わぬ風景を見たのである。それはコクピットの中からなぜかレコアの姿が見えるという現象。ヤザンはまさかのニュータイプへと目覚めようとしていた。多くのパイロットはここまで行くと、良くも悪くも人の心を感じられるようになり、大抵はそのままニュータイプになっていくのだが、ヤザンの場合はそんな空気を読むことはなく、ニュータイプであるカミーユやクワトロを蹴飛ばすどころか、自分のニュータイプとしての感覚まで厳格に俺が騙されるものかと蹴飛ばして拒絶したのである。おそらく戦場の戦いに見入られた彼にとって、相互理解やら可能性やら他のパイロットのことなど知ったこっちゃない。そんな思いが強かったせいなのかもしれないが、驚いたことに以後彼には同じ現象が起こることはなく、この時シリーズ唯一の覚醒を拒否したオールドタイプが生まれたのである。そこから35話ではハンブラビとバーザム部隊でアーガマ追跡のために出撃。海蛇でゼータガンダムを再び追い詰めるも、それを阻止した百式を大気圏内に落とすことは成功。カミーユがゼータガンダムで助けてなければ、逆襲のシャアのフラグにも終止符を打ってたくらいの活躍であった。ちなみにここでもとどめを刺すために、危険な大気圏に向かおうとする部下を止めていたりと、部下を大事にする意外な一面を見ることができる。続く38話ではカミーユとクワトロのいないアーガマを襲撃。ここでリック・ディアス隊のバッチを部隊の連携攻撃で撃破した上に、ファーユイリーが狩るメタスまで撃破。不在にしていた2人が戻って交戦となったため引き上げたが、ニュータイプの2人の存在がなければあっさりとアーガマを倒せてしまうほどの圧倒的な力を見せている。そして最終決戦となる49話では、エマのガンダムマーク2とカツの G ディフェンサーと交戦し、今回も合体を待つような親切さは欠片も出さずに妨害するが、カツの起点でスーパーガンダムに合体させてしまう。その直後、同期にラムサスが葬られ、その怒りでカツを撃墜するも、ダンケルも戦闘不能になってしまう。ヤザンは短期でスーパーガンダムを追い詰めるが、それをかばったラーディッシュをついに撃沈させることに成功。やっと邪魔が入らなかったこともあって、いい気分でその場を後にしている。その後レコアのパラスアテネの残骸を撃ったことで、同期との戦いで脱出していたエマにも致命傷を与えることになるのだが、それがカミーユの逆鱗に触れゼータガンダムが覚醒してしまう。もちろんヤザンとしては今度こそ引導を渡そうとするが、撃ったビームを弾き返されるという謎のオーラによる反則技を目の当たりにして、さすがに撤退しようとする。しかし
伸びてくるビームサーベルで両断され、脱出ポットで辛くも戦闘中域から離脱という初の完全敗北を喫することになったのであった。こうして機動戦士ゼータガンダムの物語は幕を閉じ、ヤザンは命は助かったのだが、ここから彼には暗黒時代が訪れるのである。機動戦士ガンダムダブルゼータ、ヤザンが乗った脱出ポットは所属組織であったティターンズの崩壊後、サイドワンのコロニーシャングリラに漂着する。ここで彼は主人公である受動アーシタに保護され、偶然シャングリラに立ち寄っていたアーガマのゼータガンダムを盗もうと画策する。この時のヤザンはあわよくばガンダムに乗ろうとする気があったのである。しかしヤザンの容赦ないやり方が受動の逆鱗に触れた結果、彼が操縦するゼータガンダムに作業機で挑む無理ゲーを強いられることになる。それでもさすがヤザンと言うべきか、途中でビームサーベルを奪って逆に追い詰めるという荒技を見せる。しかし結局は至近距離からグレネードランチャーを打ち込まれ敗北。以降は何度もモビルスーツを奪ってリベンジをしようとするも、ドジッコ属性を持ってしまったのかマンホールに落ちたり、盗んだバイクで事故ったりしてことごとく失敗。最後はジャンク屋のゲモン・バジャックと協力関係になり、彼が所有するモビルスーツゲゼに登場。この機体はゼータガンダムの時代のモビルスーツのジャンクから作られたもので、一見作業機の延長線にしか見えないが、ムーバブルフレームにガンダリウム号機、さらに高出力のジェネレーターを積み込んでいるなど、同じ時代の波のモビルスーツに匹敵するくらいの性能の機体だったりする。それにジャンク粉砕用の棒を持って再び受動のゼータガンダムと交戦した。そしてこの時のヤザンにとってガンダムという存在は、受動のゼータにやられたことも相まって、もはやヤザン邪魔なやつセレクション最高金賞レベルになっており、たまりにたまった鬱憤をカミーユの時の分までぶつけるという半ばご乱心状態になっていた。しかしそんな彼の思いも虚しく、最後はゼータガンダムのビームライフルに貫かれ、空中で脱出して出番を終えることになったのであった。もっともその後ヤザンとは言及されていないが、ガンダムダブルゼータの27話には、連邦の高官たちが集まる会場にスーツを着たヤザンらしき人物が映り込んでおり、もしかすると再就職先を見つけたのではないかと思われた。そしてこの時の彼がそんなコネを使っていたのかは定かではないが、ヤザンは漫画「機動戦士ガンダムモビルスーツバリエーション R ジョニー・ライデン」の期間で再びガンダムシリーズに登場することになる。その後のヤザン、時代は彼が消息を絶ってから2年の歳月を経た宇宙世紀 0090。 この当時かつてのティターンズは連邦にとっての汚点であり、その関係者が軍事裁判で裁かれたりもしていたりと、身分を明かすことはリスク以外の何でもない状態であった。そのため本名は、名前を言ってはいけないあの人なくらいに明かすことができず、彼は自らをヤザ・バースキ・バジャックと改めていた。バジャックといえば、そう、先ほどのゲモンのせいであるが、彼とヤザンは小説版ガンダムダブルゼータでは地球で一緒に暮らすくらいの仲であったため、偽名を作る時に彼の名字を拝借したのかもしれない。もちろん偽名だけでなんとかなるとは思えないが、彼の実力自体ならどこでもやっていけるという現れか、今度は連邦の特殊部隊ナイトイエーガー隊の隊長としてジム・ナイトシーカーに乗り込んでいる。バースキが最初に乗るこの機体は一年戦争時代に作られたものとは大きく異なり、ジム3をベースにした時代相応の機体になっている。武装は東部バルカンやビームライフルやビームサーベルといった基本武装に加え、ハイザックのシールドやフェダーインライフル、そして海蛇といったかつての愛機であるハンブラビの装備も導入している。この機体で初登場を果たした時にはガンダムダブルゼータの時のような落ちぶれ具合がすっかりなくなっており、ジオン残党のズゴックエクスペリメント3機を短期で撃破。さらにかつてジオンの精鋭部隊のキマイラ隊のメンバーであり、初期の強化人間の一人と言われるユーマライトニングが狩る高機動型ゲルググと交戦。互いに一歩も譲らぬ激戦を繰り広げる中、最後には見事に破っている。
その後は地球連邦政府の重鎮であるコップの私兵兼、彼の養女であるイングリッドゼロの世話役を兼ねたポジションになり、部下であったバレンスタインとカワセを呼んでバース機体を結成。最初の蒸気であるギャプランに登場して、かつての地球連邦軍の本拠地であり、キマイラ隊の遺産の手がかりが眠るジャブローでの戦いに挑むことになる。そこでは元キマイラ隊のジャコビア・スノードが狩るゲルググキャノンをはじめ、行方不明のジョニー・ライデンである疑惑がある男、レッドウェイラインの高機動型ゲルググと刃を交え、戦場の事情から相手を殺せないという制約に戸惑いながらも、時には敵の交渉に乗ったりと、以前より丸くなった一面も見せている。そこから空ではゴップの地位で調達できたものだと思われるが、さまざまな実験中のパーツを組み込んだ宇宙仕様のジムナイトシーカーに回収されている。この機体は複数のジェガン系のパーツを組み込んだ仕様で、ノーマルジェガンの頭部をはじめ、バックパックは A2 型に似たものを採用。新たに導入した試作ビームライフルも後のジェガン R 型に似たものになっているなど、魔改造ナイトシーカーになっている。そして模擬戦を行った後、再びユーマやジャコビアスと交戦する。そこでももはや苦戦とは無縁の、相変わらずの無双っぷりを見せていたバース機だが、キマイラ隊の遺産の手がかりであるサングレアスルと呼ばれる巡洋艦の争奪戦に参戦した暴れん暴走水こと、シャーズナブルが狩るディジェと開港してからは流れが大きく変わる。彼はかつてのクワトロとは別人のようになっており、大きく苦戦することになったのである。そして別格の強さだと悟った時点で、部下2人と機体が損傷していたイングリッドゼロを撤退させ、単身で戦うという、身内を極力死なせないようにする彼らしい采配をここでも見せている。しかし勝ち筋は見出せず、常に上を行かれるような目に遭い、最後にはレッドと共闘したにもかかわらず、試験用のサイコフレームを起動したシャアに完全敗北するという、忌々しいゼータガンダム以来の完全な黒星となったのであった。そこからは自分の機体を失ったため、ゴップの計らいでガンダムマーク2とそのフルアーマーをもらうことになる。このガンダムマーク2の性能自体は大きく変わらないようで、色をブルーとグリーンのカラーリングにしたくらいだが、一緒に調達されたフルアーマーパーツは意外と性能が高く、防御力の高さと優れた運動性を両立したものになっていた。さらに火力もトウブバルカンやビームサーベルやグレネードランチャー、そしてフルアーマーシリーズではおなじみの2連ビームガンもあって十分に高く、バース機愛用の海蛇も忘れず装備している。もっとも彼にとってガンダムとは邪魔なやつセレクション略なこともあって、確認した時はゴップに抗議するくらいに乗りたくなかったのである。それでも仕方なく受け取った後は、なんだかんだでものすごく使いこなし、イングリッドゼロとの模擬戦ではファンネルを簡単に撃ち落とすなど、機動戦士ガンダムユニコーンに登場した精鋭中の精鋭のジェガン乗りができなかったことをあっさりやってのけるという、とんでもスペックな技量を見せている。そしてその後は最終決戦で大きく活躍することになるのであった。ちなみにこの時イングリッドゼロに触発されてバース機は再びヤザンを名乗っており、無事完全なヤザンに戻ることになるのだが、この時の彼は主役のレッドたちと再び共闘し、熱すぎる連携でシャアのディジェ・トラバーシアと激戦を繰り広げている。とはいえずっとヤザンというわけにはいかなかったようで、その後ヤザンは宇宙世紀 0095 で再びバース機を名乗って連邦に所属していることが語られている。いろいろ丸くなったとはいえ、戦闘狂の本質は変わらないため、彼が再びガンダムシリーズの戦場に現れる日もいつか来るのかもしれない。ちなみにジョニー・ライデンの機関は数あるガンダム漫画の中では別格と言えるくらいに戦闘シーンの描写が素晴らしく、その迫力に圧倒されるような作品の一つですが、特にヤザンが好きな人は絶対に見といた方がいいというくらいにおすすめな漫画だったりします。余談だが、ヤザンのモデルと一年戦争時代の話は意外と知られていない。番外編、ヤザンの由来と一年戦争。ヤザンのモデルとなったのは映画デューン砂の惑星にて、
イギリスのロック歌手であるスティングが演じた。フェード・ラウサというキャラと言われている。胸の亀のマークもスティングの曲である。ザ・ドリーム・オブ・ザ・ブルー・タートルズ、日本語で青い亀の夢から来ているらしい。続いてヤザン・ゲーブルの一年戦争時代については、公式な記録はないようだが、ゲーム作品などのメディアで描かれているエピソードがいくつか存在する。ゲーム機動戦士ガンダムモビルスーツ戦線 0079 では、本物のガンダムをくれればよかったのにといった趣旨の発言をするような、ガンダムに恨みのないまっさらなヤザンを見ることができる。続いてガンダム VS ゼータガンダムでは、ヤザンが一年戦争時代に路角ザク、陸戦型ジム、陸戦型ガンダム、そしてジムに乗っている。しかもこの時にはすでにヤザン隊の隊長を務めており、一年戦争時代からセンスの塊であったことがよくわかる扱いになっている。今回の解説はこれで終了になります。ご意見感想などコメントをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。では次回の解説でまたお会いしましょう。